鈴木京香が女優復帰する。去年の5月から病気治療でお休みをいただくことになりましたとコメントを発表したのみで、病名は明かされてない。病状は決して軽くなかったようだが、彼女は自宅療養を選んだ。副作用のある治療や手術を選べば見た目に変化が出ることは避けられない。鈴木はそれを受け入れられなかった。そんな彼女にずっと寄り添っていたのは恋人の長谷川だった。療養期間中、何度も鈴木の自宅に通う姿を目撃しているという。関係者は、長谷川さんは出演オファーが殺到しているだろうに、仕事をセーブし長年連れ添った恋人に尽くし続ける姿に頭が下がりますと語った。鈴木は最近ベリーショートの茶髪という大胆なイメチェンをした。撮影のための役作りだというが、表舞台に戻るという強い意気込みを感じる。